教育直後を肯定するな。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 差別教育を肯定するな。差別教育を肯定するな。強暴罪反対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 。監視社会に住むのはごめんだ。社会に住むのはごめんだ。監視社会に住むのはごめんだ。治安維持法を復活させるな。治安維持法を復活させるな。物が言えない社会を作るな。物が言えない社会を作るな。働きやすい社会を作れ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 。命を奪う残業させるな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 。森友学園の籠池理事長っていうもう差別主義者の人がですけどね、まあ、それでもあの嘘をついたら逮捕されるって状況で国会に証人喚問されたじゃないですか。でまあ彼は本当に教育とかに携わっちゃいけない人間だと思ってるんですけども、まあ、一応ちゃんと質問に対して答えてたわけでしょ。振り返ってみて安倍総理大臣とか嘘ばっかりついてる稲田防衛大臣とか国会でまともなことをまともに答えてるでしょうか。答えてない。もうねほんまそういうのがおかしいと思うんですよ。ほらあのね証人喚問のニュースとか見て、あこの籠池って人ちゃんと答えてるやんって思った人いると思うんですけど、籠池理事長がちゃんと答えてるっていうよりも安倍晋三がちゃんと答えてないんですよ。そうだ、他に舐めんな。ほんまええ加減にしてほしいです。政治の私物化絶対反対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 。物が言えない社会を作るな。物が言えない社会を作るな。物が言えない社会を作るな。監視社会に住むのはごめんだ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 。Tell me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Tell me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Tell me